お前を嫁にもらう前に言っておきたいことがある。かなり厳しい話もするが、俺の本音を聞いておけ。俺より先に寝てはいけない。俺より後に起きてもいけない。飯はうまく作れ、いつも綺麗でいろ、できる範囲で構わないから忘れてくれるな。仕事もできない男に家庭を守れるはずなどないってこと。お前にはお前にしかできないこともあるから、それ以外は口出しせず黙って俺についてこい。お前の親と俺の親とどちらも同じだ。大切にしろ。シュートこぎると賢くこなせ。安いはずだ。愛すればいい。人の陰口言うな聞くな。それからつまらぬ嫉妬はするな。俺は浮気はしない。多分しないと思う。しないんじゃないかな。まあちょっと覚悟はしておけ。幸せは二人で育てるもので、どちらかが苦労して作るものではないはず。お前は俺のところへ家を捨ててくるのだから、帰る場所はないと思え。これから俺がお前の家。子供が育って年を取ったら、俺より先に死んではいけない。例えばわずか一日でもいい。俺より早く行ってはいけない。何もいらない。俺の手を握り、涙のしるく脱衣所をこぼせ。お前のおかげでいい人生だったと俺が言うから、必ず言うから忘れてくれるな。俺の愛する女は、愛する女は生涯お前一人。忘れてくれるな。俺の愛する女は、愛する女は生涯お前ただ一人。はい、こんばんは。今夜は久しぶりにね、佐田さんのね、関白宣言歌いましたね。で、今日はね、ほんとね、形勢が人心に変わったみたいね。妙見のあたりと中山のあたりでダブルでね、そのことはすごい遅れちゃった。いつもの終電なんだけどさ、40分遅れちゃった。もう2時になっちゃう。じゃあ、いつもね、今日も YouTube で生存確認。ああ、大変だった、今日。40分遅れた。いや、巨大戦術の通常より。ああ、しょうがないね。うん。じゃあ、今日も YouTube で、生存確認ね。しょうがないよね。今はね。なんか、ワイズマート寄れなかったよ。閉店しちゃったの。あそこ1時前だからさ。札幌一番ですよ。札幌一番醤油ラーメン。いつも2時半ぐらい終わろう。夜で仕事なんでね。即席麺だけでね。一食だけで。今日はすでにやぶ。勝ち込んで連れてくるね。8月の早いもんだ。29日、火曜深夜、じゃ爆笑問題ですね。行こうか。あ、疲れた。電車が疲れた。今日帰りの電車、いつもと同じ電車なんだけど、人身事故のせいですごい遅かったよ。叩けボンゴ、響けサンバ、踊れ南のカルナバル。誰も彼も浮かれ騒ぎ、叱る汗が吐き気飛ぶ。熱い風に
体助け心ゆくまで踊れば波も歌うよ愛のサンバを胸に溢れるこのリズムオレイオレイマツケンサンバオレイオレイマツケンサンバアコイセアミゴオトロセグリータ眠りさえ忘れて踊り明かそうサンバビーバサンバマツケンサンバオレイ叩けボンゴ響けサンバ踊れ南のカルナバル夢のように時は過ぎてはず南の恋の夜焼けた素肌肩を抱いて愛をささやき踊れば白い渚に恋も輝き風に誘われ歌い出すオレイオレイマツケンサンバオレイオレイマツケンサンバ恋するアミゴ踊ろうセグリータ眠りさえ忘れて踊り明かそうサンバビーバサンバマツケンサンバオレイオレイはいこんばんは配信ぐらいどうかなあこんばんははいサブリグさんどうもね遅くにどうもねはい、今夜はね、マツケンサンバを歌いました。2023年8月の29日、火曜深夜の生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげなく、生存確認の一環としてこんな風に動画アップしてます。はい、どうも、大仏くんもどうもね、はい。今日はね、昨日の終電なんだけどね、今日は京成ね、人身事故があったみたいね、それですごい遅れちゃった。病気じゃないですよ、うん。人身事故があったみたい。みもみと中山なだけ、2箇所あったみたいね。行かなかった、サーブランド。のんびりしてた。ああ、40分遅れた。通常0時半に着くんだよね、最終だとさ。1時15分か、15分ぐらいだったな、10分かな、そんなもんか。40分以上遅れてる。だから、そんなわけで。ね、まあ、急ごうじゃん。ね、まあ、なんとでもよかった。多分、桜なんて行く人はもう、すごいだろうな、もう。1時40分か50分だろうな、そんな。それでまだ眠る人で大変だろうな。じゃあまずは今夜はね、マツケンサンバね。叩けボンゴ、響けサンバ、踊れ南のカルナバル。誰も彼も浮かれ騒ぎ、叱る汗が弾け飛ぶ。熱い風に体預け、心ゆくまで踊れば、波も歌うよ愛のサンバを胸に溢れるこのリズム。オレイ、オレイ、マツケンサンバ、オレイ、オレイ、マツケンサンバ、あ、恋するアミーゴ、踊ろうセグリータ、眠りさえ忘れて、踊り明かそう。サンバ、ビーバサンバ、マツケンサンバ、オレイ、叩けボンゴ、響けサンバ、踊れ南のカルナバル。夢のように時は過ぎて弾む南の恋の夜焼けた素肌肩を抱いて愛をささやき踊れば白い渚に恋も輝き風に誘われ歌い出すオレイオレイマツケンサンバオレイオレイマツケンサンバアコーセアミゴ踊ろうセグリータ眠りさえ忘れて踊り明かそうサンバビーバサンバマツケンサンバオレイオレイはいこんばんはね今夜はねマツケンサンバ2でしたどうもピンクさんどうもねタキさんどうも遅くにどうもねうん、じゃあなんか歌はこの辺にすんね。じゃあ今夜でもね、今日のお夜食をね、作ってくる早速。歌はこの辺でもう遅いからね。今日はね。札幌一番を行こうか。札幌一番醤油ラーメン。札幌一番醤油ラーメンね、作ってくるね。
これいこうか、はんぺん。はんぺんとね、はんぺんとごぼうて、ごぼうてん。ごぼうてんね、ごぼうてん。紅生姜店入れて。こいつは、じゃあこれね、即席麺に。うん、最後してるやつだろう、今日はこれ。即席麺、札幌一番にこれ入れて。いこうかな、うまそうじゃない。札幌一番だ。今日札幌一番醤油ラーメン。どうも。豪華よ。でも300円分、100円、110円ぐらいの、だから300円ちょっとだからね。うん、大丈夫、僕、ストレスないから大丈夫よ。ストレスないから大丈夫。僕、ストレスないんでね。今もう麺と一緒にね、あれ、練り物入れたんだよね。ちょうど楽しみだ。やっぱ即席麺一個じゃ物足んないもんね、なんか入れないとね。うん。うん。だから太っちゃうんだよな、ほんと。今はしょうがないね。今日は練り物入り即席麺。
ごぼう天と紅生姜天とはんぺん。こんな醤油ラーメン、はさっぷり自慢、いただきます。紅生姜天、ごぼう天、はんぺん。ごぼう天。うまい。うん、まいちゃん、どうも。これ香りが一番強いね、紅生姜ね。うん、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 やっぱね、練り物に塗っていいな。はんぺん、はんぺん4等分です。うん、うまい。醤油ラーメン、札幌一番。これは前にね、去年かな、結構、10ヶ月くらい前、結構前ね。うん、去年の11月ぐらいだからね、結構前。5食セットで300円ぐらいで買っといたやつね。ラーメンに練り物いっぱい入れて、で即席麺ね、札幌一番醤油ラーメンに練り物にふんだんに入れて、でこれでいこうか。3-3ですね。3の方がやっぱ畳みやすいんだよね。あと4-4の場合はビークフライはいいけどね。ビークフライは、ビークフライはさ、あれもともと、ビークフライってもともと、ぐらぐらして半分の状態で立てるからさ、立たのも楽なの、ビークフライはね。だからビークフライぐらいが。うん。一人だから3-3もあればさ、3-3は3メートルあれば余裕で入るもんね。うん。分かったよ、大仏くん。3-3の方が多いですね。もう、長さ、3-3だから半分で 1.5 でしょ？うん。なんとか僕でもね、半分乗ればさ、手が入るからさ、畳みやすいんだよ。4メートルだと半分で2メートルなんで、なかなかね、たるんじゃってうまく畳めなくて、4メートルね、大変だね。大抵そうだよね。2メートルある人ってまずいないもんね。3メートルだと半分であれば 1.5 だからさ、最初1回折ればさ、もうなんとか手で届くんだよね。うん、だからなんかあんまたるまないで、うん、そこそこ畳めんだよ。3メートル。4メートルは大変だよ、ほんと。ほんとなんだよ。ビークフライはまあ別に最初、地面が一番最初にビークフライはさ、裏返しで半分畳んだ状態でやるからさ、ペグとか全部抜いちゃえばさ、その状態なんで、まあ、地面が置いてあるから畳みやすいんだよね、ビークフライはね。ん？ニコニコじゃない、僕。シカライブです、シカライブ。キャプティ光荘の一般向けのシカライブってやつ。わかったあれ。シカライブってやつ。もうないけどね。うん。うん。まあ、じゃあ今日の一杯。今日はこの練り物入り即席麺で一杯飲もうか。盗んでないよ。その頃はね、YouTube にはその頃、ライブではないね。ないですね。うん、ないですね。残ってないですね。スティッカーは乗らあるけどね。スティッカーは乗らない、うん。じゃあ持ってこうね。今日もこれが札幌のゴールドスター行こうか。ゴールドスターします。シカライブね、シカ。シカギソに対してだからね、シカギソ、ね。タレントさんなんかのシカギソ、その一般向けだったのね、各自の家庭から。そう発行して。リキュールだからね、リキュールと発泡酒と同じ税率なんだよね。だからリキュールなんか上がるの、このゴールドスターとかさ、金麦とかっていうのは、ね。乾杯。
はんぺんつまみながら。もう、おでんうまいね。おでんじゃん、おでんじゃん、はんぺん。おでんで、おでん、はんぺん、はんぺんつきね、やっぱもう。で、これはごぼう天。うん。あ、冷やしてあげる。芝はないですね、うん、いい生姜で、うん、みんな好き、僕おでん、みんなおでん、あとちくわぶとかこんにゃくもいいよね、あれこんにゃくの歯ごたえ、おでんだってみんな言っちゃうと柔らかいけどさ、こんにゃくはさいつまでもプリプリしてるのがまたあれがいいんだよね、あれ、うん、いつまでいくら大抵いくら煮込んでもさプリプリ食感があるからね、あの歯ごたえがまたいいんだ、こんにゃくは。入れてないよ、うん、もうでもはんぺんも好きだ、やっぱはんぺん、この食感がいいんだよな、ふわっとしてね、鶏皮うまいね、鶏肉入れるのもいいね、あれね、鶏皮ね、札幌一番麺の量 92g あっからね、他の他社はさ、安いあのメーカーじゃないやつ、メーカーでも少ない、安いのは少ないけどね、うん、例えばさ、うん、あれ日清でさ安売り向きあんじゃん、札幌味噌とかさ、そういうやつ、旭川醤油とかってやつあるよね、あのシリーズって安く売ってるよね、コンビニなんかでもさ、頼む即席麺、あれは麺少ないもんね、あれ安い即席麺が80とか85なんだよ。札幌一番は92ぐらいあってね。うん、155センチ。そうか。あと量もそうでしょ、量はこれ札幌一番から 10g ぐらいしかないじゃない、80ぐらいでしょ、80があるのかな、ね、80いくつだから、これ90になるんだ、微妙な差だけどさ、 10g 弱ぐらいは、うん、まあ安いのそう思うと思うよ、トップバリュー以外もね、プライベートブランドって大体そうよ、80か85の間ぐらいよ、麺ね、麺の量ね、細かいけどさね、この安いのは麺の量少ないんだよね、あれ明星の商売屋って袋麺もさ、あれ明星だと安いけど麺の量少ないもんね、商売屋ってやつね、あれ麺の量あそこちょっと少ない、商売屋ね、あと表面だっけ、表面とかあれあんじゃん、製麺だっけとか、あとラオウとかはさ、袋麺でもさ、あれ生麺タイプでまた一緒に比べられるからね、またね、
ラオウとか製麺はさ、即席麺でもさ、生麺タイプだからまたちょっとね、一緒にはくらべられないと思う。はい、乾杯。見たことあるね。買ったことないけど、うん、見たことあるよね。飲み物はうめえな。飲み物はいいのこれ。だいたい行こうか。これでこれ100円で買う、100円ぐらいで買うもんな。あ、ナイフ入れるなって。あ、そうなんだ。最後まだあるね。でも全部1個でもね、こうやって練り物いっぱい入れてね、食い手があっていいやな。うまい。僕直接欲しいって、ね、僕と連絡取って、それで直接会って僕とだから前もって、ね、連絡しないとダメよ。普段から持ち歩いてないからさね。どこで会いましょうってことで、それでね、2000円でお分けしてるよ。2000円。うん。急に行っても無理だからね、前もってメールとかで連絡しちゃってね。買わないです、ツイバッグは作ってない。今度僕ね、葛飾シェラカップって作ろうかなって考えて、シェラカップ。あれはこういう葛飾シェラカップ作ったら、それはね、有料じゃなくてね、直接会った人に記念品としてどうかなと思ったら手渡す感じ。よくさ、今ステッカーを渡してるよね。ステッカーを無料で会った人にさ、もうステッカーじゃなくて、その代わりにヘラカップを作ってさ、かつゆこさんの顔かもしくは生存確認ってロゴ入れてさ、作って記念に渡してもいいかなと思ってる。生存確認ヘラカップとか言って、一緒にある。僕と女性だったらね、一緒にお散歩できるからね、お散歩。新潟の時はね、新潟駅からね、日本海まで、あの、取りに来てくれた方と一緒に歩いたんだ。実は新潟駅からね、新潟のあれ、日本海までね、これ数十分、30分ぐらいじゃない、普通に歩けば。そんなもん、あるけど。でも新潟駅、海に近いね、あそこね。3、40分。ゆっくり歩いても5、4、5、3、2回もかかんないと思う。あれはでもよかったよ。いい機会だったわ、日本海見て。僕、ずっとこっち側の人間だからさ、あの巻き方、日本海見たことなかったんでね、あれはいい機会だった、あの時。日本海ね。首都圏じゃ日本海ってなかなか見ないからね。うん、顔出しオッケーの人で大丈夫よ。うん。うん。やだばあさん、やだ。やだばあさん。困っちゃうよ。じゃあこれ一本にそこでもう遅いからな。今日は形成人身事故あったからね、すごい遅れちゃったよ。いつもさ、町田はさ、最終はさ、普通で乗って、戦場橋で海速乗るんだけどね、その普通がなかったんで、その海速桜行きがさ、青戸まで各駅になってね、そんな運転にして。人身事故どうだろう、全然わかんないね。すごいね、ほんと。中山のあたりと三もみのあたりがあったみたい。2か所まであってね。
途中で、どうぞ。ない、思い下がりないです。僕、聞いたことないや。だから、それちゃん、ほんと、動きながらでもすごかった、ほんと。停止信号ですね、ほんま。すごかった、待って。あ、だから、ちょ、ワイズマート行けなかったよ。もう閉店してた。うん。駅にしてたね、1時10分くらいだね。明日1時に閉店だからね、ワイズマート。通常なら終電で帰ってもね、0時半だからさ、帰るんだけどね、今日は寄れなかった。あれだよ、僕日本人だよ。そうよ、うん。おじいさんはね、東京大学で亡くなってるぐらいだからね。両親ともにあの辺ね、両親はだから、東京大空襲後にね、疎開して山形に行ってみたいね、山形の方。そうか、多少は見せたけどあんま見なかったな、あの辺はね。スポーツダイエット、高橋さんの後半だもんね。一番たけしさんで見てたのはね、なんだろう、たけちゃんマンかな、あれね。でもたけちゃんマンよりか、あ、ちょっと後半でしょ、あれ、スポーツ大賞って小金属のタケちゃんマンとかよく見てたね、あの辺ね。小金属ね。タケシさんがさ、いろいろ脱ぎ込して。多分絶対そうだよね。あ、小金属終わった理由の人。もう暴力事件起こしてさ、しばらく出なかったんでさ、つまんなかったんでね、見る人がいなくなったんだよね、小金属であるね。ゆずたけしさんね。面白かったもんね、佐々木さんがいた頃はな。俺たち正直だけど、あれね。意外と短命で終わったのはそうだよ。佐々木さんが出なくなってからあんたと思う、あれ。事件起こして。あ、テレビなんて、東芝だよね、確かね。東芝提供になって、じゃないっけ。三菱か、あれ。うん、うん。三菱じゃねえし。講談社ね、うん、うん、あれしばらく出なかったもんね、高橋さんね。見てたよ、それ見てたよ、しんどこなよね、うん。斉藤清六さんが出てたよね、斉藤清六さんね、あれね。お茶の間のテレビの中でね、懐かしいね、あれね。金ちゃんのどこまでやるのね。そうでしょ、あれ。お茶の間のテレビの中でね、あったよね。斉藤清六さんがね。あれだよね、斉藤清六さん。お引きいただきました。そうなんだ。うん、美味しかったね。もう遅くでもね、もう遅いからこの辺で俺ね、ありがとうね。おやすみなさいね。ありがとうね。遅くにありがとう。よく考えて仕事なんで、今夜この辺で終わります。ね、またね、おやすみなさい。ありがとうね。歌はいらない、来なくていいよ。うん、じゃあ、メダカの正体か。じゃあ、最後メダカの正体してみようか。懐かしいね。
スズメの兄弟が電線で大きくなったら何になる？大きくなったら鷹になる？大きくなったらペンギンに、チュン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 。だけど大きくなってもスズメはスズメ、チュンチュン。子猫の兄弟が足だまりで、大きくなったら何になる？大きくなったら虎になる？大きくなったらライオンに、にゃんにゃん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 。だけど大きくなっても、にゃんこにゃんこ、にゃんにゃん。メダカの兄弟が川の中、大きくなったら何になる？大きくなったら鯉になる？大きくなったらクジラに、スイスイ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 。だけど大きくなっても、メダカはメダカ、スイスイ。はい、今夜こんな感じ。どうもね。おやすみなさいね。メダカの兄弟でした、最後まで。どうも、おやすみなさい。初めてだよね、あんまじゃないね。わらべね。あれ、元は最初のね、参議院地区ね。懐かしいね。あの、わらべの女の子もね、もうばあさんだろうな。うん。ボールの年上だもんな、あれ。60近いんだろうな、あれ。ああ、懐かしいな。うん。どうも、おやすみなさい。ごめんなさい、今度ね、失礼レッスンなんで、ごめんなさい、また今度、頭さんもごめんなさい、今度歌うね。遅いからね、もうね。また明日、ありがとう、ごめんなさい、また今度歌うからね。おやすみなさい、ありがとうね。うん。また、遅いありがとう。また明日。岡村孝子さん、あの、可愛かったね。松尾の女の子だね、あの、じゃあまた。ありました。はい。最後これ行こうか。青い山脈です。いや、閉めろ。青い山脈で行こう。若く明るい歌声に、なだれは消える花も咲く。青い山脈、雪割り桜。空の果て、今日も我らの夢を呼ぶ。古い浮気よさようなら、寂しい夢よさようなら、青い山脈、バラ色く燃え、憧れの旅の乙女に、馬も鳥も鳴く、雨に濡れてる焼け跡の名もない花も降り仰ぐ、青い山脈、輝く峰の懐かしさ、見れば涙がまたにじむ。父も夢見た、母も見た、旅路の果てのその果ての青い山脈、緑の谷へ旅を行く、若い我らに鐘が鳴る。はい、今夜この辺で。最後は青い山脈でした。ではまた。